NTT 東日本の篠谷なるです。新型コロナウイルスの影響でインターハイや全中、JOC などたくさんの試合がなくなってしまい、悔しい気持ちでいっぱいだと思います。でも 1,2 年生は来年たくさん試合ができると思うので、前向きに気持ちを切り替え練習に取り組んでください。3年生は悔しい気持ちもたくさんあると思いますが、今までやってきたことは必ず次の道でも生きてくると思います。なので残りの高校生活を思いっきり楽しんでください。ありがとうございました。